で、最後試したいな。じゃあ、早速。早速。え、マジで？おい、やべえ。お前、頑張り稽古がとにかく変わってる感じするんですよね。ちょっと鳥肌立っちゃって。皆さんこんにちは、だけチャンネルです。いつもご視聴いただきありがとうございます。はい、今回のゲストは松田継夫さんです。はい、よろしくお願いします。もうね、はい、実際1台、うん、三四郎くんで、そうです、今日はね、テストしていただきまして、いい走りができたんで良かったです。完璧ですね。完璧ですね。はい、まあ僕もですね、うん、せっかく継夫さんとさせていただくんで、はい、ちょっとセレナ用意しときましたので。いいじゃないですか。このセレナ君で、ええ、もう一回だけインプレ取りたいんですけど、ほうほうほう、ゲストの方がいらっしゃるということで、ちょっと継夫さん紹介していただいてもよろしいですか。そうですね、はい、今回ですね、はい、僕のスポンサーでもある、はい、ベレーノのユミさんが今回来ています。ユミさん、どうも、どうも、よろしくお願いします。はい、どうも、はい、お世話になります。はい、まあ今日僕初めてなんですけど、はい、うん、もう午前中からだいぶお世話になってるんで、はい、動画も撮るのうまいんですよ。いや、うまいですし、はい、いろんなこと知ってますし、はい、僕の YouTube も実は、ね、はい、次のチャンネルも、はい、ユミさんがやってらっしゃるということで、はい、ベレーノさんは、はい、ライト系とか、そうですね、うん、メインは車のライト、はい、フォグランプとかですね、はい、ライトでやってますやってる、はい、でも、うん、意外とこういう継夫さんのこういうそうグッズも、そうですね、グッズも、はい、ね、いろいろで制作キャップも、はい、かっこいいですよね、はい、これも今売ってますからね。じゃあ継夫さんと、ユミさんのところで、はい、もうタッグ組んでこれ作ってると。はい、多分ね、この服ももう多分出ますよね。もうすぐリリースされます。ネクストバースは継夫でネクストバース、そうなんです。次に生まれるので ね、はい、ネクストバースです。継夫さんのブランドですもんね。そうですね、今年のオートサロンから大人気ですから、はい、はい、ぜひぜひ盛り上げていきましょう。はい、はい、ですね、よろしくお願いします。ちょっとユミさん、はい、この車があるんで、ちょっと外ぐるっと走って継夫、はい、さんと一緒に、はい、デブを試したいなと。だから後ろに持っていただいて、はいはいはい、あ、分かりますかね、後ろでも。分かるかどうかはもう、はい、今からね、難しい。いや、そうですね、逆に僕ら押し売りしてるわけじゃないんで、はい、そうそうそう、だから逆にもう由美さんに、いや、もう感じてもらいました。とりあえず全然足回りの商品でやるんで、はい、それだったらほら、そうですね、乗ってて分かりますね。分かる、そう、はい、だから行きましょうよ、ちょっと、はい、うち、全然セブさんに何ももらってるわけでもないんで、忖度しないですよ。いいですか。初めてだったし。もしかすると継夫さんはね、何かマネーが生じてるかもしれないんで、ね、いや、そんなことないです。ノーマネーですか。物はいただいてますけど、物はいただいてます。我々も普通の素人として、はいはい、どのような感覚を抱けるのかと、はい、いう直感でね、楽しみですね、はい、ちょっとコメントをさせていただければと思います。じゃあ早速ちょっと一回ノーマルで、はい、うん、ノーマルで乗ってきましょう。じゃあ、はい、ここからちょっと外周とかぐるっと走ってきますね。戻ってきたらじゃあセーブつけて、はい、行きましょう。はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。行ってみましょう。行きましょう、はい、じゃあちょっとノーマル状態で、この辺のね、これ道がちょっと悪いんでね、ね、はい、そう、これがちょうどいいかもしれないですね、はい、このガタガタ感が、こうタイヤのインチ数は小さいんで、はい、小さなギャップの振動を拾いますよね。うん、ね、まあもともとね、足はね、そのミニバンなんで柔らかめですからね。はい、そうですね、はい、多分ね、エンジン結構ね、エンジンが、うん、しっかりエンジン音が鳴るので、そうですね、はい、ウィーンって言いますもんね。この辺だけね、ちょっとラジエーターでとは思ってるんですけど、まあ、ユミさんからすると何の話をしてんだろう、うん、いやー。嘘やろって思っちゃいますよね。正直、あ、すいません、ね、なんか長年ね、取り組まれてらっしゃるので、はいはい、まあそれだけ長い期間やられていることは、はい、まあちょっとね、こう何かしらの結果も伴っているものだと思うんですけど、はいはい、まあ、素人からすると、はい、本当って思っちゃうんですよ。いや、それは思いますよね。なんか、いや、なんかこう感覚だけじゃないのとか勘違いじゃないのとかっていうような、はいはい、ちょっとこう何でしょう、気持ち、はい、っていうのが生まれちゃってて、はい、いや、そんな、なんかバルブキャップでしょ今回これバルブキャップで、はい、いや空気抜けませんって言われたら、はいはいはい、あ、なんかギュッてなって抜けないかなとか思うんですけどバルブキャップつけて乗り心地変わるって言われても、はい、はってなっちゃうじゃないですか。でも実際のところ、はい、
今ユミさんが言ってることがめちゃくちゃ正しいんですよね。はいはいはい、そうですね。空気圧がなんか変わらないんじゃないかとか、はい、でなんか半年とか1年空気圧変わりませんって言われば、はい、へーと思うんですけど、あの実質的なやつって、ね、はい、そう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 、ね、ってなればなんかこう意味合いがね、こう蓋してるからって言われれば、うんうん、そう思うんですけど、乗り心地良くなるよって言ったらそれがすごいですよね。なんかサスペンションにって言われればあーとかね思うじゃないですか、うん、はい、ハルブキャップすごいですよね。そこになんかこう注目してるところがなんかすごいなと思うんですよ。あ、かもしれない。ね、そうですね、はい、やっぱ結構このゴドゴド感がありますもんね。はい、Z につけたらやっぱ全然いいもんな。Z めちゃくちゃ良かったですね。絶対良かったですもん。RZ もね、つけさせていただいてますけど。はい、この個体どうですか、このセレナ君は。そうですね。まあ、パワーじゃない。ガソリン車ですね。ですね、はい、やっぱセレナって感じですね、うんうんうん、あのまあやっぱりこの重い車体にこのエンジンなんで、はい、あのやっぱり走りはいいんですけど、うん、そのエンジン音がね、あ、そうですね、うん、やっぱウィーンってこう音が鳴るじゃないですか。上り坂特にそうですね。そうですね、はい、上り坂のこの音がちょっとね気になりますよね。あとやっぱ乗り心地も結構ゴツゴツ感ありますからね、はい、そうですね。このコトコトのね、このよく赤いね、この印のやつ、これ嫌ですよね。嫌ですね。まずは事業さんの運転で、はい、あのどういうフィーリングになるかをユミさんも体験しましょう。ください。いやー、今のところ、はい、全く納得ゼロっす。あ、はい、それはそうでしょうね。だって何もしてませんから。何もしてないですか。空気じゃないし、水温じゃないし、でやるところって言ったらバルブキャップだし、ラジエーターのホースだし、そうですね、ユミさん全然信じてくれないじゃないですか。そうなんですよ。だからちょっとね、あの納得させるためにね、ちょっとこれはあの乗せなきゃダメだっていうね、うん、いや、あのね、自分ところの商品もそうなんですけど、はい、なんかこうしっかり作り込んで、はい、あ、これがいいなと思ったのしかリリースしてないんですよね、はいはいはい、あ、こんだけいけばいいなっていう。で、最近ガラスコーティングなんかもリリースしたんですけど、あ、そうなんですね、はい、もう撥水力が普通すぎて、はい、普通ってすごいなんか重要でいいんですけど、はい、なんか普通って物足りないんですよね。一個今までにあるのもものよりも上っていうか、なんか多いねっていうところまでいかないと、やっぱりこう商品としてリリースしたくないんで、はい、なんかね、ガラスコーティングなんかも普通に簡単に作れるんですけど、はい、2、3年かかりましたね、商品として。その辺の商品 の, あの紹介は、はい、あの概要欄に貼らせていただきますので、はいはい、このこだわりの、ね、ユミさんこだわりの商品が気になる方は、はい、ぜひですね、あの概要欄からホームページ見てみていただいて、ね、そうですね、チェックしてください。じゃあ戻ってきましたんで、はい、はい、じゃあちょっとこれから戻ってきましたんで、ね、これあれですよ、あの、はい、変わんなかったら、うん、あの言っちゃうんで、あの、あ、全然いいですよ。事故です。あ、全然いいです。放送事故になっちゃいますけど。その時諦めます。本当ですか、はい、大丈夫ですか、はい、楽しみにしててくださいよ。いや、マジで。あ、ここに止めないとダメなんですね。はい。行きました。はい。それだけでしょ、はい、蓋です。蓋。蓋。ユミさんの言い方がね、言い方がないんだ。だって。これもあれでしょ、ホースに巻くだけでしょ、はい、ただの金属にも見える、はいはい、いや、だってこれ水、ね、中の空欄とか冷えるとか言われればへーって感じですけど、これでエンジンの感じが変わるんでしょ、はい、さあ楽しみにしててくださいよ。はい、今到着しましたんで、はい、じゃあ早速ちょっとドライブ行きましょう。たったこんだけです。そうですよ、これすごいですから、ほんと全然納得しない。ユミさんを置いてで、はい、ていうかもうこの時点で、いや、ちゅうか、え、マジで。おい、やべえ、この時点でさ、ちょっと待って、この時点でやばい、ね、やばいやばい、鳥肌が立った。え、いや、あ、いや、え、マジでこの時点で違うよね。あら、なんでこんなに静かになるのっていうさ。ちょっと待って、え、あ、おかしい、いや、脳内が今、あら、ちょっと待って、脳内がバグってる状態ですね、はい、これだけで分かるんですよ。で、転がり抵抗がなんか全然違うんですよ、乗ってても。いや、後ろ乗ってても、ええ、
いや、ほんと思いますね。さあ面白いっすよ、マジで面白い。悪口行き満々だったからどうしていいか分かんないけど、これはちょっと面白いっすよね。いや、しかし全然、え、なんでって、なんでって なりますね、これ逆に。ここまでなっちゃうと。でも、すごい静かじゃないですか。ちょっとね、びっくりなんですよね、うん、さっきまでのあのロードノイズは何だったんだろうみたいな。追従性がなんかもう不思議じゃないですか、これ。あれ、なんでこれ、ちょっともうユミさんが言葉がバグっちゃってるもんなんかもう。やっぱりね、これは本当ね、僕も本当びっくりするんですよ。だって全然違うでしょ、ここのえ、だえしょ、お、音を消してるわけでもないでしょ、これ。何でもなんか乗り心地がもう全然違うんですよ。いや、うん、ユミさん的なことで言うと、あのキャップのエアが漏れにくくなって、はいはいはい、いやいやいや、だってこの辺とかさ、全然違うよね。さっきまでなんか、うん、なんかガタ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 って言ってたのが、うん、って感じじゃないですかね。ゆっくり走ってます？いやいや、全然え、普通に走ってます、ね、さっきと一緒ぐらい走ってますよ。そうやろうって言って技が絶対できますよ。違うんですか？どうですか、いやいや、あのね、一個、うん、グレードが上がった車に乗り換えた感じ。おー、はい、おい、例えば日産で言うと、うん、まあセレナとエルグランドがあって、はい、なんかエルグランドに、うん、いや極端に言うとですよ、うんうん、だ足回りが変わったわけじゃないんで、うん、その動きがそんなに大幅に変わったわけではないんですけど、はい、なんかね、一つ高級感が、いやいや、今のとことかも全然違うなんか全然違うよね。え、このちょっとね、サスペンションに影響はしてないんですよね。いや、でもね、これね、何影響してるんですか、転がって、なんかね、なんか全然こう刺すの、なんだろうね、この水準性が変わるというか、うん、転がり抵抗がとにかく変わってる感じするんですよね。いや、逆にこの理由がめちゃめちゃ気になってきました、これ。こんなに変わると、ここは静かすぎてちょっともう笑うしかないですよね、これ。いやいや、本当に最初にスーって言った時に、はい、ちょっと鳥肌立っちゃって。いやいや、嬉しいですよ。なんだよこれって。あれ、あの最初の 5m 受けっぱ、いやいや、あれちょっと あの時点で分かっちゃうのが、はい、いや、でもこれすごくないですか、本当。ゆうさん、これすごいですよね、これ。え、これさっきの段差？さっきの段差。嘘！全然ですよ、これ。これ今ね、ちょうどあの赤白のところ。そう、赤白のところ。これ今のとこ、さっきガーンってきたじゃないですか。ちょっと待って、マジで全然ガタガタなってない。あの、さっきのゴーンってきたのが。やば！え？はい、で、ちなみに、え、違うとこかと思った。エンジンも今ちょっと上り坂なんですけど、この感じなので。全然、なんか全然さっきまでウィーンってうなってたのが。はい、エンジンも、ね。はい、だって普通にこれ同じように踏んでますよ。いやこれバルブキャップ、はい、純正採用した方がいいですよ。ありがとうございます。マジで。それはですね、いや、これたまに言っていただきますよ、いろんな方に。はい、でも本当この辺走ってても全然違うんですよ、フィーリングが。いやー、もうなんか嫌だこんなになんか違うのが、なんかちょっと、ね、なんか本当違う車に乗ってるみたいなんだよね、本当に。どうですか、エンジンフィールどうですか、次は。いや、エンジンフィールは逆に、うん、あのトルク感があるんで、うん、全然違います。あ、そういうことですか。ええ、ここはもう全然違うこれさっきまでめっちゃ、あのね、音だけはちょっと拾うじゃないですか、はい、拾いますね、はい、あの路面のやつが違うんで、うん、この赤色のやつね、デコボコするやつ、はい、でガタガタしないもんね。いやこれさっきの乗り上げ方と全然違いますよ、ね、いやもちろんね、デコボコはしてるんで、もちろんそのデコボコ分は拾うんですけど、乗り越え方が全然違う。全然ユミさん的に何パーぐらい減ってますよね、うん、今。いや、半分以下。おお、いや、もうあんなに気にしてたの、いや、ちょっと待ってちょっと、嬉しいな。でもなんかやっぱこうやってこのなんかそう、あの新しい方の反応を見るのも結構我々楽しいですね。いや、楽しい。あの、なんて言ってもあの僕だけじゃちょっと信用できないかなと思って、はいはい、やっぱ素人の人もね、はい、やっぱり乗ってもらいたいっていうのがあったから、はいはいはい、今日ね、スポンサーのユミさんに乗って、自分何ももらってないんで忖度する必要もなくて、いやもうね、理由が気になってしょうがないです。上りで、ここの、うん、この段差が全然何この滑らかなのっていう、ここやばいっすよね、これ。さっきだってカタッ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 ってすげえ言ってたのに、これなんか
本当に やばくないですかこれ。面白いですよ、ね、面白いですよこの。いやーちょっとね乗り上げ方が全然違うんですよこれ。いやで何があって、はい、あのサスペンション変えましたとかバネ変えましたとか、うん、なんか減衰力変えましたとか言われればあーって納得できるんですよ、うんはい、なんかあの蓋キュリキュリって変えて、うん、乗り心地変わりますね、うん、それで仕方が15分ぐらいかけて蓋変えたらみんななんかあーまあまあまあそうですよねなんかやったんだなみたいな。でキャップ変えて乗り心地変わりますって100人中100人信じないですよ絶対。いや自分もそうですけど。でもさ、これでもつけるとさ全然違うのよ本当に。不思議すぎるこれは。面白い。だってさっきと全然走り方変えてないですから別に、うん、出ないとわけでもないし。さっきハンドルこねてませんでした。いや全然ですよ。こねてないですか。全然こねてないですよ。でこの後ろのユミさんが全くあの杉尾さんを信用してないなんかやってるだろうっていう。全然乗り方一緒。今日あのサーキットであの Z の方でも。うんテストしてもらったじゃないですか、はいね、だからその時にユミさんが本当はこれサーキットだから分かんじゃないのって言われてて、うんうん、あじゃあこのせっかくセレナあるからそうですよ、ねね、街中でって言ったら、うん、街中出る前に、うん、あの鳥肌が立つという現象があるっていう。いや一瞬で分かりますよねあれ。ね、あの転がった瞬間に分かるじゃないですか、うん、これ本当に使ってもらいたいですよね、はい、マジで変わるこれは、うん、その違いがねまたねすごく瞬時に分かるっていうのが、はい、あの乗ってて僕も楽しいですし、いやあの車がね何よりも快適になるのがね愛車が快適になるのって嬉しいじゃないですか、はい、ちょっとねすごいすごいすごい認めなく出てるんだ今更ですけどなんかこういやなんかめちゃめちゃ疑っててごめんなさいっていうか。いやこちらこそもう大した説明もなく。いやいやいや、なんだろうな、すごいな。いやすごいっすよねこれね。しますか。手前でした。ありがとうございました。いやすごいですよ。おかしい、なんかおかしい。ちょっとなんかユミさんが若干疲れてる感じがする、はい、なんかいやもうねあのなんかね感覚的に疲れましたねいや本来ならこれ乗り心地が良くなって、ああよかったなって感じなんですけど、頭疲れましたね。頭が疲れました。なんかすっごい考えましたよありがとうございました。いや嬉しい。こんなに違うか。まあ前もね東京で都内回った時もね、はい、ほんと違いがあったんで、はい、いや今回ねちょっと誰かいないかなと思って、ね、ユミさんに乗ってもらえてよかった。でもほらリアシートの乗り心地も重要だから、うん、重要っすこのミニバンはね。これはいということで、はい、おかしいな。なんで顔いや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 そんなにね変わるはずじゃなかったんですよ。でもねこれは本当に、はい、あのつけたら絶対わかるんで、うん、いやわかります。いやあのねだって乗った瞬間にわかりました。初め絶対そんなことないって言ってたけど、うんはい、つけたらやっぱ絶対だから体験してほしかったんです、はい、あのそうですね。こういう人にあの逆に絶対つけたら変わるから、うん、いやって言われてたんですけど。であとよく言われるのが、はい、マツダ次用だから分かるんじゃないか。そう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 あの乗った瞬間に分かりました。あそこね、あそこ、はい、この転がった時に違ったでえってゆみさん、あのあれじゃないですか、はい、まだほら今日は触りだから、はい、触りですから、はい、うち他にもほら、はい、Z につけたらいろいろありますね、はい、だから、うん、今度、はい、ゆみさんのところの車でも、はい、そうそうそう、いっぱい持ってるんで、うん、僕福岡出張行く時あるんで、はいはい、その時やりません？いいですね。いいですか？ぜひ。いろんなこと、はい、全然いいですよ、ね、もうぜひ、はい、あのゆみさん使ってください。もしかしたら聞かないかもしれませんからね。まだまだ。万が一めちゃめちゃ暇だったら、はい、一緒に行きましょう。あ行きましょう行きましょう。全然行きましょう。一緒にお供します。ね、お供します。一緒に行きましょう。そしたら3人でまた、うん、ね、ね、福岡で美味しいもの、美味しいもの食べながらですね。おかしいな。こんなね、こんなはずじゃない。いやー面白い。途中からユミさん顔芸になった。おかしい。いやーちょっとね。ありがとうございました。本当に。途中の多分ね、あの見ていただいた方に伝わったと思いますので、伝わってんのかな、はい、なんかもう伝わってると思います。次はじゃあまず北九州で、はい、あのユミさん連絡しますんで。ぜひなんか車貸してください、はい、やってみましょう。やってみましょう。いろんな車で。はい、千代さんも本当にありがとうございました。いや今日はありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございます。ね、都合の後疲れてるのも、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい
ということで、また今回は出川浦サーキットの、周りを走るという、はい、そうですねせーテレナで、はい、お待ちいただきました。はい、お二方どうも本当にありがとうございました。ありがとうございました。